ホームページの一つ、の一つで。あ、顔うん。あ、そうだよ。ね。はい。ホームページの人もね。見たもん。いや、ホームページの人たちが、首都圏その顔見に行こう。新品かどうかなんですか、うん、だいぶ美的センスがずれとりますね。いやいやいや。いいじゃないですけど。いえいえ。なんかわからんとですよ。はい、見えます。全然わからんと。はい、はい。こっちは金です。これは金間違いない。じゃあもう一応売ってしまわれる 、うん、ご売却のご予定ですね。はい。どうかなと。はい。じゃあ一応お値段出してみますね。はい。今いいんですか。ちょっとですね、1500円を超えた日が何日かちょんちょんちょんとあったんですよ。うん、でも限りなく1500円に、あ、3500円に近いので、怖いと思います。ただ、今後上がっていく可能性もあるので、でもそれはですね、もう言われてるだけでわからないんですよ。うん。だけど、この頃から言ったらもう、この2週間ぐらいもう、全然お客さん緊張系ですね。もうやっぱちっちゃいもんずっと見るでしょ。この時間はいいんですけど、夕方頃あれとかでもうブロッキーでした。もうクラクラしたから。ね、この前来た時も、鹿児島と、はい、広島とか見えて、はいはいはい、夕方5時頃、今昼飯なんです。なんか、嘘でもなんでもなくそんな感じなんですよ。ちょっと今は、いらないものを、あれでしょ、やっぱテレビとかでこう出ると皆さん、あーって思って、されるからですね。今高いけどね。はい、ただ、今後も高くなっていく可能性があるから、この、こう、なんていうかな、みんなのこう、あれに乗るのがいいのか、冷静なのがいいのか、ちょっとごめんなさい、わかりません。もらってる可能性もある。だって、私たちもだって、その時その時ちょこちょこ売ってますもん。今考えたらですよ。こんな3年とかでこんな上がるって言ったら、じーっとしとけって。そうですね。そうですよ。だけど、自分たちで用途見ようもんやけん、私ら、あれですもん。650円で買い取らせていただいて、850円で売り寄ったら自分が身をもって知っておやけんですね。もう、1000円近くなったら売ってるんですよ。3倍だって。自分は1000円くらいの時売ってますよ。自分自身がいらんものを売った時。こうやってぼーっと気がつく方が、ね、よっぽどいいですよね。お前、金の割れるの、見しとけばいい。これはですね、はい、あれです。純金です。24金。で、また別にちゃんとプラスアルファの計算があります。バカの持ってて。あ、純金でちゃんと。へぇ、逆に、昔々でもおっしゃったほら、こう、指の形で形がくる、はい、柔らかい剣ですね。うん、それ、そのとのが返って。獅子さんですよ、これ。へぇ、100グラム以上ある剣、ちょっと考えますね、確かにね。うわぁ。何のせいこれで35万なんです。はい。で、はい、どうもね、あれ先買っていけんじゃないか。それはすみません、ちょっと長いですね。もう一生懸命つけてます、これは。はい。こちらで2万8千円。で、2万8千円と37万。37万8千円です。はい、こっちの方ですね。はい。はい、あ、でも、なんか分からんじゃんね。いや、いいですよ。いいですよ。これですね。残念ながら、おめでくっつくでしょ。ああ、時期だ。時期っていうか、要は、金やないってことなんですよ。はい、はい、はい。だけニッケルかなんかでできとる。これもそうです。はい、はい、残念ですか。ああ、そう、わかるね。どうしたら、これですね、こんな強力磁石なんですよ。すごいね。おぉ、これぐらいの。すごい。磁力です。すごいね。これは、こう、あれです。コンピューターとか、この破壊の近くに置いてたら、あ、手際ですね。必ずもうここに置いてる。昔も手際がこういう磁石だって。ここに破壊。あ、ちょっと縄だから。いや。これはシルバーですね。金。これは18金なんですけど、逆にホワイト、このホワイトパールの重さ、ちょっとこれ、聞かせてもらわない感じなんですよ。はい。あれ言ったら、売ってしまいちゃったことは石外しますけど。外した方がもう、もう、破壊。いや、価値があるっていうか、焦げたかったら、大体っていうことでするでしょ。でも、石自体を取ってしまったら、きれいに測れるっていう。こんな感じダメよ。外しましょうか。外すのはいいけど、元に戻しきらんけどですね。何グラムがあるまあ、2、3グラムしかないっちゃ15キロだった。よかったね。びっくりした。
向こう来ちゃうね。大きさにはすごく手がね、できる。それ俺は追い込まれたのかなって、追い込まれたのかなって。その方がほら、きれいに 2g とかでこう計算できるけどね。2.1g でしょ。これで 7cm。はい、お願いします。よろしいですか。はい、はい、じゃあ、ご利用を始めて、はい、そうです。あ、ほんまだ、ほんまだ、いいですか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 。ポイントカード持ってらっしゃいますか。いや、もうだ。あ、もうその時お渡ししてた。いや、もうだ。もうろくないことないですよ。はい、ご利用やってみよう。あ、じゃあ、社長がしとったら、なもうそげんしておきましょうか。やってるから、いいですか。あ、そうですよ。そうですね、やっぱりどなたの持ち物かでそれでしたと思うといいですよね。はい、そしたらですね、すいません、この一枠の中ご記入いただいてよろしいでしょうか。じゃあ、もう一緒にいいですか。はい、まあ、まあ、まあ、はっきり言いますけど、あの1週間で1000万、2000万 のが決まってきようです。はい、お電話ありがとうございます。晴れまして、休みです。はい、あ、どうぞ。はい。ああ、はい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 。はい。はい。それはどうされるんですか。預かりで。はい、1万円は出ると思うんですが。はい。はい。この前、それです。なんか、金属、完全のラジで、あれが出たんで、もう、朝6時ぐらいな、なんか、今見せるもんね。で、これはですね、18金で比べてもらったら、もう、うちの方が断然高いんですよ。うん、24金の金、延べでも、もたら持って行きちゃってたら、田中金属も出てきて。だったらですね、生成量、ここから気をつけて24金に一変してしまう、あの、費用を企業、お客様負担なんしゃけん、結局は。持ってたら、持ってたら。だったら、絶対そのまま、そのまま持っててもらった方がいいです。けん、あの、こういう製品に関しましては、実は、あの、用途を調べたんじゃ、その方が、だいぶ損傷がある形なんですよ。えらい時間、2時間ぐらい並んどって損傷した状態やけんですね。で、検索力がある方は、ここに来てあるんでしょ。なるほど。はい。で、あの、なんか、大手が必ず高くさ、買い物しようかって言ったらそうですよね。だけど、今はもう本当にこう。今は話して。いやいやいや、7点。いや、7点でいいですよ。7点でいいから、ベランダも。7点でいいから、頑張ってもらって。そうですか。じゃあ、春町質屋でも、こうつけさせてもらった時に、うちが出てくることを工夫しとかないからね。あなたがちゃんと持っとったけどね。あ、いいやだろ。いいやだろ。それ目が悪い。すいません。38万5千円で書いていただいて、はい、ご住所、ご職業の名前、生年月日お願いします。38万5千円。お願いします。はい、ちょっと書類の保管上、コピーを取らせていただきますね。どうぞ。なんかの時は本当金庫をどこで買うんですよね。時あのゼロになってしまわんという意味では基地資産ですよね。ね。どんな金の買い取り、どんどん聞こえたらね。2年か3年前。ああ、でも今考えたら、これは終わっちゃったら2、3年前でも取ってよかったんですね。でもあと公職ですもんね。上がらんですもんね。でも今、よく考えたら今本当買っとってよかったかもしれませんね。この12年前がそこやったんですよ。それからじゃあ3.5倍な。
3倍のところが 3.5 倍ですよね。なんとか正直正しい結果を安心だぞ。変えたい変えたい言ってしつこくて言ったらまあそうしたの。絶対上がる現実。上がるなまた、私はどこか飯食いくんじゃないの？生活時間ないけど。免許証、大事ですね。はい。それでこれって2くらいですかね？いや、関係ないですよ。お前もうそれ言うたって何でなの？君はもう決まったけどね。ほんと綺麗やし、風邪方は綺麗やし。ちょっと見て。いくらで入るし、こいつが有権。あ、はい。保証状も全部あります。あ、やっぱ、保証状って一応この現物だけでいいですかね。現物の状態で。新品で今持ってきていただいて、現行の新品 の, あのガチガチうちが今値段つけれるので、だいたい90ぐらいですよね。そうで、これはですね、もうちょっと前の方になるんですよ。今、もう、なんでだろう。ここのところにこう、あれがついてるようなタイプで、これちょっと前のになりますだけ。あれね、3年前かな。ですね、だけど、現行の一つ前になるんですよ。このタイプやけんですね。一つ前ちゃんと。一応ですね、これが大体13個もないって感じですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。あ、ちょっとフルソンも止まってますね。そしたらですね。あるか。高いもんや。あとちょっとベゼルのこの小傷からなんから言ってもらったとしても、60は必ず黙っております。ね、はい、もうとにかく、キングオブロレックスのもで黒のデートなんて言ったら、ね、現行よりちょっと落ちますけど、緩やかに押していきますけど、もうこれがもう一番話が早いです。そうです、そうなんです。仕事で使うけんね。いや、でも、やっぱり。時計って使わないかんけどね。あ、そうなんですよ。動きを動かしたほうがいいけど、で、しかもですね、リュースが開けっぱなしで、たぶんポケットの中に入れて洗濯機回しにしちゃったりとかいうようなのが、たまにこう、汗かいたようなのが来ます。うん、だから、それだったらもうオーバーホールかけない関係ですね。多分そこら辺は、上手に可愛がってもらっと時計やないといかんとですよね。おびっぱなしでいかない。Thank you.